各パラメータを変更したときにリセットをする一番簡単な方法は、この文字のところをダブルクリック、ダブルクリック。特に便利なのはこのカラーのカメラローのページっていうのはリセットボタンがないんですよね。そういう時もこの文字をダブルクリックすることでリセットされます。カラーページでもちっちゃいんですけども、この R の文字をダブルクリックすると元に戻りますし、フュージョンの全パラメータでも文字をダブルクリックすることでリセットされます。このパラメータの文字をダブルクリックでリセットっていうのをぜひ覚えておいてください。